それでは2022年4月1日から2023年3月31日までの株式会社 ID ホールディングス第55期の事業報告のうち、当社グループの事業の経過及びその成果と連結計算書類の内容の概要についてご報告いたします。はじめに当社グループの事業の経過及びその成果についてご報告いたします。当連結会計年度における国内景気については、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の進展により行動制限が緩和され、経済活動の持ち直しが期待されたものの、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化に伴う資源価格の高騰や円安によるインフレの加速などが懸念され、先行きは依然不透明な状況です。当社グループが属する情報サービス業界では、新たなビジネスモデルの創出や変革に向けたデジタルトランスフォーメーション関連の IT 投資ニーズが底堅く、引き続き堅調に推移するものと見込まれます。また新型コロナウイルスの影響は引き続き残るものの、顧客企業において抑制傾向にあった IT 投資の回復基調が続いています。このような環境の中、当社グループの業績はシステム運営管理、ソフトウェア開発およびサイバーセキュリティ、コンサルティング、教育が堅調に推移したため、売上高は311億100万円、前年同期比 11.9% 増となりました。収益面においては、従業員への還元やグループ組織変更により売上原価の増加がありました。一方で増収に伴う増益や利益率の高いDX 関連ビジネスの拡大、管理部門における業務効率化などがあり、営業利益は24億2400万円、前年同期比 29.7% 増、経常利益は25億400万円、前年同期比30.3% 増となりました。その結果、一部子会社における退職給付制度終了損1億1200万円などがあったものの、親会社株主に帰属する当期純利益は14億200万円、前年同期比 34.1% 増となりました。EBITDA は30億3300万円、前年同期比 21.8% 増となりました。これにより売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は2期連続で増収増益となり、いずれも過去最高を更新しました。続いて事業別の概況を説明いたします。まずシステム運営管理について説明いたします。システム運営管理とは、お客様の IT システムの運営管理オペレーション業務で売上高構成比43.9% を占めます。システム運営管理の売上高は、大手 IT ベンダーへの営業強化による取引の拡大や、
金融関連既存顧客における受注拡大などにより136億3700万円、前年同期比 11.8% 増となりました。続いてソフトウェア開発について説明いたします。ソフトウェア開発はお客様の経営戦略に基づくシステム化計画、設計開発、運用保守、プロジェクト管理支援業務で売上高構成比は 36.8% を占めます。ソフトウェア開発の売上高は大手 IT ベンダーへの営業強化による取引の拡大や運輸関連既存顧客において延期となっていた大型案件の再開、金融及び公共関連既存顧客における受注拡大などにより114億5800万円、前年同期比 8.7% 増となりました。続いて IT インフラについて説明いたします。 IT インフラはお客様の IT プラットフォームの設計、構築、運用、保守業務で売上高構成比 8.4% を占めます。 IT インフラは金融関連既存顧客における取引の拡大があったものの、公共関連既存顧客及び情報通信における案件の収束などにより売上高は26億200万円、前年同期比 0.8% 減となりました。続いてサイバーセキュリティ、コンサルティング、教育について説明いたします。サイバーセキュリティ、コンサルティング、教育はセキュリティ製品の販売、セキュリティシステム構築、導入支援、運用、業務改革、IT ガバナンス、ITSM やプロジェクト管理に関するコンサルティング、およびトレーニングなどに関する業務で、売上高構成比 9.4% を占めます。サイバーセキュリティ、コンサルティング、教育の売上高は、サイバーセキュリティにおける受注拡大や製品の販売増に加え、コンサルティングにおける売上の増加などにより29億3400万円、前年同期比 41.0% 増となりました。その他は売上高構成比 1.5% を占め、売上高はご覧の通りとなりました。続いて連結計算書類の連結貸借対照表についてご報告いたします。当連結会計年度末の資産合計はのれんの償却による減少4億4400万円などがありましたが、売掛金の増加13億9900万円及び現金及び預金の増加1億6100万円などにより全連結会計年度末に比べ12億8000万円増加し175億1900万円となりました。負債合計は短期借入金の減少1億6000万円などがありましたが、買掛金の増加2億200万円および賞与引当金の増加3億600万円などにより全連結会計年度末に比べ2億9400万円増加し70億8700万円となりました。純資産合計は期末及び中間配当金支払いの減少6億8000万円がありましたが、親会社株主に帰属する当期純利益の増加14億200万円およびその他有価証券評価差額金の増加
1億8800万円などにより、前連結会計年度末に比べ9億8500万円増加し、104億3200万円となりました。連結損益計算書につきましては、当社グループの事業の経過及びその成果でご説明した通りですので、科目ごとのご説明は割愛させていただきます。以上で2022年4月1日から2023年3月31日までの事業報告のうち、当社グループの事業の経過及びその成果と連結計算書類の内容の概要についての説明を終了いたします。